はい、こんにちは、こんばんは、はじめまして、リナです。今日はですね、買い物に行ってきたんですけど、まあ、もうすぐね、こうもうすぐっていうか、まあ夏ということで、まあサンダルがね欲しいなと思ったのでサンダルを買ってきたんですけど、買ってきた店がですね、ノーホールっていう、お店なんですけど、ここのお店結構ね可愛いんだけど、値段が結構安いっていうね、あの感じの店なんですけど、前ここで、結構ね、あ、ここじゃないかな、まあ、別の店なんですけど、あ、まあでもここのお店の話をした方がいいか自分が高校3年生だった時に、まあ、バイトしてそれで買ったんですけど、まあ、靴がね、買った靴があるんですけど、それが確か、まあ、3000円しないくらいで、で今もまた履いてるっていうくらいね、安くて長持ちするっていう。で、さっき話そうとしたのが、まあ、ヒールサンダルを高3の時に買ったんですけど、そのヒールサンダルが、まあ、去年のね、9月くらいだったかな、そろそろ、まあ、ヒールサンダルが厳しいなという時期の時に、まあ、最後に履こうかな、今年最後に履こうかなって思ってたら、まあそのヒールの下の部分がこう剥がれちゃって、あ、これもぺったんこサンダルにしてなんとかして歩こうと思って、その日はなんとかなったんですけど、まあ今年もねやっぱり壊れちゃったけど、まあ、壊れちゃったからこそ新しいのが欲しいなと思って買ってきました。で、今回、前回はね、茶色いやつを買ったんですけど、今回はちょっと大人っぽい方向に行こうかなと思って黒い、サンダルにしました。で、前回は、結構ね、こう高い、なんていうんですか、あの値段が高い方の高いじゃなくて、こう高いヒールなんて言えばいいんですかね、足が高くなる、身長が高くなる方のね高いヒールを選んでたんですけど、まあ、やっぱり高いヒールって歩いてるとどうしても疲れてきちゃうんで、まあその靴と自分の足の相性っていうのもあると思うんですけど、まあ、高いよりかは低いやつの方が多分履きやすいと思ったんで、そんなにね高いヒールじゃないものにしました。はい。で、今日選んできたものがこちらです。じゃん。はい、まあ、これぐらいの、高さですね。で、履いてみたんですけど、結構普通に歩きやすかったです。はい、サイズはね、私足がちっちゃいんで S ですね。はい、23センチだとちょっと大きくて、 22.5 だと小さすぎるっていう、小さすぎるっていう、まあ、微妙な足の大きさの人なんですけど、まあ、S、 最初試しに M だった、 M を、履いてみたんですけど、M はちょっと、まあ、ブカブカすぎたんで、あ、 S ちっちゃいかもしれないけど履いてみようかなと思ったら S がねすごいあったので、で、あの靴下を履いて歩いてみたのと、まあ、裸足でね、裸足にして、まあ、歩いてみたんですけど、どっちもね結構歩きやすかったので、まあ、この靴だったら可愛いし歩きやすいから、まあ靴擦れもそんなしにくいんじゃないかなと思ってこういうのにしました。はい。で、この靴の値段がですね、税込みで2581円ですね。はい。なんでね、まあ、場所によっては、まあ、4,000、5,000円するところもあったんで、それに比べれば、まあ、2500円でね、こんななんか可愛い感じの、ね、サンダルが買えてよかったなと思いました。はい。前回ね茶色だったんで、今回は黒でちょっと、まあ、大人向けの格好でも合いそうな、サンダルにしました。はい、ということで、今回はですねこんな感じで終わりたいなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画がもしもいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上、リナでした。さよなら。